どうもすみません、エルムステイクスの結果分析です。1着モズアトラクション、2着ハイランドピーク、3着サトノティターンでした。大ハズレでした。モズアトラクションはもともと自力のある馬ですし、レース展開的に前が止まってくれて、そういった中でうちの方からスルスルっと徐々に進出してっていうような、そういったような理想的な競馬もできましたので、力通り強い競馬で勝ったなっていうようなところですね。 でそういった中でも本命を打ち切れなかったっていうのはこの馬が気難しいということですねパドックを見てても尻尾振ったり動きなんかもちょっと緩慢な気象的なも集中力に関しても散漫な感じがありますよねそういったこととあとは厩舎ですね松下厩舎は本当に気難しい馬が多くてですねパドックでよく見えてもレースに行ったら本気で走らないような馬が多い厩舎でもあって そういったた意味でののギャンブル性を感じたのとあとはレース前でも本命にしきれなかった理由としては藤岡光太騎氏はですね先週あんまり調子が良くなかったんですよね条件戦からあんまり馬が動いてなくてどうかなっていうような感じで見てたんですけれどもでも藤岡光太騎氏は調子が悪いとはいえですね平均レベルぐらいの 調子が悪くても平均レベルぐらいは動かせるジョッキーですので元が優秀なんでそういった意味でこれだけ展開が向いて進路もうまくいってっていうような形だとやっぱりそれなりに乗って馬も強いしっていうような競馬になりましたね。それで断然の一番人気だったグリムに関してはですねレース前にも自信を持ちすぎたら危ないんじゃないかっていうふうに言ってたんですがそういうような競馬になってしまいましたね。 武豊騎手もコメントで自信があったんですけれどもっていうようなコメントしてたんで、まあ、そこでしょうねこの馬はですね地方交流重賞とかその辺だと比較的スッと動いてくれてセンスのいい競馬できるんですけれどももともとこの馬は本質的にはズブい追わせる馬なんですよねそういった意味で控えすぎたがために勝負どころでちょっと余裕を持って仕掛けてしまったそれで すっっとと追いつくことができなかった動くことがでできななかったっていうようよ内容の競馬ですねあとは武豊騎手に関してもやっぱり全盛期の時ほどは馬は動かせなくなってますんでそういった意味である程度大胆に仕掛けたりだとかそういったような立ち回りでカバーしなきゃいけないところでそこで結構後手後手に仕掛けるような感じで仕掛けのタイミングなんかも強気っていうような感じでもなかったんですよね。 その分他の馬たちの競馬に飲まれたような感じだったりだとかあとは自分がグリムが上がっていく時にですねうちの方からスルスルっと他のハイランドピークあたりに入られてまあああいうふうに並走状態に近いところで他の馬にうちの方からスルスルっと行かれるとですね外回っている馬っていうのは負担がかかりやすい傾向にもあるんですよねそういった意味でずぶさが増した部分もあるかなっていうような感じで。 本当はばら,けたばらけてた時にですねもっと出して手をエナジーの前で打ち出し沿いに入っちゃって前にある程度ついていくような競馬をしていればもう少し動かしやすかったかなっていうような感じなんですけれどもグリムに対して自信を持ってた分どこからでも競馬ができるっていう感覚があったと思うんでそれで結局縦長の展開で中段に近いような感じになってしまいましたよね。基本的には先行したた方がいいい馬ですんで、そういった意味で、すそうっ意味 ハイペースだったとはいえハイペースでも全然先行してもですね押し切れるだけのそれだけの能力はありますしハイペースだったら後ろから行かなきゃ不利っていうことでもないのでワンペース気味の縦長の競馬なんで早めに前目の方からタイムフライヤーぐらいな競馬をしてもグリムは勝ち負けできたと思いますんでそういったような競馬をしてくれてたら理想的だったかなっていうふうに思いますね。 それとグリムに関しては出来、ね、の方もですねちょっと腰回りというかですねお腹とか背中の使い方が甘いところがあって足の筋肉なんかはしっかりとついてたんですけれども体をうまく使うということに関してはちょっと筋肉が足りない部分があったりなんかして少し胴回りあたり腰回りとかその辺が寂しいというか筋肉の張りが足りないような感じもありましたんで。 そういった意味でのバネが少し衰えてた部分なんかも反応の部分だとかそういった部分でマイナス面があったかなというような感じではありますね。そしてそしてさらにですね僕は副勝の方での本命にしてた「レッド・アトゥー」ですねこの馬に関しては結局グリムが断然人気をしていてその 断然人気してる馬をマークする形の競馬をしたのがレッドアトゥー・フクナガキシでそのグリムが反応しない競馬の勝ち負けに参加しなかったわけですからとなると仕掛け遅れになってしまったりだとか立ち回りの中でロスが大きくなってしまったような感じなんですよね最初からグリムを無視するような形でもうちょっとポジション取るとかもしくはあそこから行くにしてももっと早く動いていくだとか そういうよういよな競馬をしてたら馬券圏内には来てたと思いますですが結局そのグリムを気にしすぎたがためにコーナーで結構外を回りながらロスがあったんですよね。まあ福永騎手のコメントなんかにあるようにモズアトラクションとの差は内外通った進路の差っていうような感じで言ってて多分馬の力としてはですね手応え的にはモズアトラクションとそんなに 差はないっていうような感覚だったと思いますし、実際にそれぐらいの力関係だと思いますので、そういった意味でちょっとレッドアーツに関しては福永騎手に関しては運がなかったなっていう部分が大きいですね。こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです。まあ、普段は偶数で800メートル1000メートルとか表示されるんですが、1700メートルだとこういうふうに奇数で表示されることが多くてで。 100m 分足すとするとだいい一1波論が12秒前後ぐらいっていうような感じなんで6秒足す場合だと 1000m の場合は52秒5に6秒足すと58秒5っていうような感じで実際に通過は58秒5前後だったみたいですねで 600m の通過も6秒足すと34秒5、まあ、この辺少しラップが早いんで34秒3前後ぐらいかなっていうような感じなんですが 600m34 秒3も速いですし 1000m の通過58秒5も速いんですがただ、まあ、重症のメンバーですし無謀ってほど速いわけでもないんですよね 1000m で言うとさすがに57秒台とかに入ったら速すぎるなっていうふうにはなるんですけれども58秒5はまあ平均ペースよりも速いハイペースではあるなっていうような程度で 力の,あるスピ力のあるスピードのある馬でそれでジョッキーのペースメイクがうまければ全然問題ないペースかなというような感じですねまあそれに関しても馬場状態によりますんでこの日はやや重ぐらいで比較的時計が出やすい馬場でしたんで、まあ、レコードの方が1分40秒8か9ぐらいでそれに対して1分41秒9ですんで まあ1秒ぐらい遅い、遅、まあ、これが遅い時計というわけではなくて基本的には速い時計なんですけれども、まあ、勝ち時計に関しても特別すごく速いっていうわけでもないそれなりに優秀っていうような時計なんですよねですからレース全体に関してはですねそんなにレベルが高くないそういうふうに捉えてもいいかなっていうような感じですね、まあ、レベルが低いとは思わないんですけれどもレベルは高くも低くもないかなっていうような感じですね で、追い込み馬が勝ちましたんで追い込み馬は前が止まる展開での追い込み競馬になった場合だとやっぱり有利ではありますんでそういった意味で、まあ、追い込み馬が勝ったということに関してもそんなには高く評価できないかなというような感じでそれで苦戦した先行馬たちに関してはですね、まあ、さっきも言ったんですがペースが速いからといって先行馬たちが不利とは限らないっていうところがあってさらにそこまでべらぼうに。 ペースも速かったわけでもないんでそんなには不利ではないように思えるんですけれどもただやっぱりああいうふうにですね結構団子状態に近いような感じで3,4頭が先行勢でいるような形であの形でのこのペースになると結構きついんですよね例えばばらけてマイペースでっていうような感じでいけてたら全然違うんですけれどもあれだけ固まるとプレッシャーもかかりますし あとはそうですねドリームキラリが結局逃げたんですけれどもドリームキラリは基本的には逃げよりかは2番手3番手からっていうような競馬がベストな馬であんまり逃げがうまい馬でもないので、まあ、逃げて勝ったりしたことがあるんですがコーナーから絡まれるとそんなにスピードがあるタイプでもないのでそういった意味で早めに捕まりやすかったさらに2番手のリアン・ベリテっていう馬は、まあ、上がり馬で今調子はいいんですけれども 基本的には逃げて最近は勝ってきた馬ですんでその馬が2番手からの競馬で早めにっていうような形で強気の競馬をしたんですがやっぱり2番手に控えた競馬でペースも速かったっていう中でちょっと力が足りなかったかなっていうような感じでレース展開的に楽じゃないとやっぱりもう少しやれなかった部分はあったんじゃないかなというふうに思いますね。それでででももし同じじような感じでもですね例えばリアン・ベリテが 逃げる形で2番手がドリームキラリだったらまた全然違う形で結構自分の形にそれぞれがなるわけでマルタズ・アポジーが逃げてドリームキラリが2番手みたいな形でもそれも自分の形になるわけであって、まあ、そういったところで、まあ、結構その先行馬たちに関してはですねそれぞれが不利なポジション取りになったっていうような感じにもありましたね。 ちょっとですね、最初のうちに話したいことがありまして、まあ、良い例なんでっていうところなんですけれども、タイムフライヤーが今回比較的構想していて、それでツイッターでアンカツさんなんかがですね、楽しみみたいなニュアンスのコメントしてたんですけれども、僕は真逆の評価になるんですよね。で、そこでですね、なぜかというと、タイムフライヤーは確かに 高、ね、位先行っていうようなそういったような競馬をしてそこである程度粘ったっていうところがあって内容自体は悪くはないんですけれどもただそんなに特にべらぼうに速くもないペースでしかもいい形で足を溜めれる位置にいたんですよね。ですっと外から抜け出しやすいそういったような隊列にもなって。 あの形になったらですね強い馬だったらまず際どい勝ち負けまでは持ち込まなきゃいけないんですよねでそういった中でタイムフライヤーは伸びきれなかったこれっていうのはダートに慣れてないっていうだけではなくてですねやっぱりダート適性っていうところでそこまでダートがうまい馬ではないんだろうなっていうふうに思うところがありますというのはですね僕の中に ダート適性を見極める上で一つ持論みたいなものがあるんですよね。それは直線で追い出した時にいい足を使えるかどうかっていうようなところでコーナーリングとかですね、道中の進み具合っていうのはですね、ダート適性がそこまでない馬でも進んでいく馬は結構いるんですよね。ただ瞬発力というかメリハリの効いた足ですね、それが使えない形の馬だと大体 そんなにはダートが良くない馬だったりすることがあってタイムフライヤーも今回直線でほとんど伸びてないですよねですから、まあ、そのワンペース気味の競馬だったりだとかあとは他の馬たちが止まるような展開だったらダートをこなせる馬ではありますしタイムフライヤーは地方交流重賞とかでも全然やれたりするとは思うんですけれどもただやっぱり本当に他の馬たちですねダートの上手い馬たちが出走してきて 勝負どころからメリハリの効いた足やロングスパートの競馬とかそういったような勝負になった場合だとその場合だとやっぱり劣る馬なんだろうなっていうふうに思いますしタイムライヤーはどちらかというとやっぱり芝の方がいいんだろうなっていうような感じがあってダートはこなす程度かなっていうようなそういったような印象にはなりましたただやっぱり馬体とか走り方っていうのはですね使う条件や調教の仕方によって変わってくるんですよね ですからずっともしタイムフライヤーがダートを使い続けた場合だとダートに合うような走り方に少し寄っていく可能性があってダートの中でも中央のダートと地方のダートは違いまして地方の深いダートで調教し続けるとそういったような馬場に合うような走りになる馬結構いるんですよねですからそういった意味で一概にはですねダート適性っていうところは はっきりとは判断できないところはあるんですが、まあ、基本的にはどの馬も大体8割9割の馬はダートこなしますんで、だから地方に研究して活躍する馬いますよね。芝じゃないと全然ダメっていう馬っていうのは本当に少ないので、まあ、そういった意味で、まあと、とにかく今回に関しては、タイムフライヤーに関しては、惜しい内容というよりかは、ちょっと物足りない内容ではあったかなというような感じで、 例えばグリムあたりがです、ね、タイムフライヤーのポジションから競馬をしたりだとかあとはレッドアトゥーあたりがです、ねまあ、レッドアトゥーはちょっと追い込み馬なんで先行したら駄目かもしれないんですが、まあ、とにかく他の力のある馬たちがです、ね、あのポジションからああいった形の隊列で外から勢いつけるような競馬になった場合だともっと際どい競馬になっていたと思いますしそういったような評価になったというところですね。 それでは右の方から一頭ずついきます。マルターズアポジー。マルターズアポジーはですね、スタートでつまずきましたね。それで、マルターズアポジーがつまずいたのを見て、ドリームキラリの坂井騎手は花を奪いに行ったっていうような感じのコメントしてますね。で、まあ、ダッシュに関してはある程度ついてましたんで、マルターズアポジーはやっぱりダートでもある程度はこなすかなっていうような感じなんですが、ただ、 まあこの馬に関してもダート適正がどうかということに関してははっきり言えないのはその直線での足がどうかっていうようなところでまあ現状芝でも直線の踏ん張りとか二枚越しとかがなくなってきている現状なんでダート適正っていうところは今の段階ではもうこの年齢になってしまったら判断しにくいところはあるんですけれどもまあでも走る可能性はなくはないのでまあ 基本的にはワンペースの競馬が得意なんで1 0 0八0 0でちょっと足りないっていうような感じになったら1 0 0使ってみたりだとかそういったような形でダート適性見てみてもらいたいなっていうふうに思いますね。調子に関してはですねここ1年ぐらいでもしかしたら一番良かったかもなっていうぐらいで、まあ、そういった中でもやっぱり年齢的な衰えがあってバネが落ちて直線での二枚越しとかなくなってきてるっていうような感じなんで。 スピードはあるんだけれどもバランスも良くなってきたんだけれどもあとは踏ん張りがどうかっていうような感じでそれをダートでダートだったら芝よりも粘れる可能性があるかなっていうような程度で見てました、まあ、今は本当に1004ぐらい使ってみるっていうのは芝でもダートでもありかなっていうふうに思いますので楽し試してみてほしいなっていうふうに思うところありますね帝王エナジー帝王エナジーはですね少し馬体面 良くなってたんですけれどもただお腹とかですね背中とか、まあ、胴体との連動っていうところでの躍動感みたいなものは足りないかなっていうような感じで、まあ、ダート馬なんでこういうような見た目でも走る馬はいるんですがやっぱりこの馬の持ち味っていうのはバネっていうところだったんでそこがちょっと落ちてるなっていうような感じですねですからもう少しワンペースの競馬でごまかしながらスピード競馬で回ってくるっていうような競馬だったら もう少しやれたのになっていう中でちょっと背面外に出して動くような競馬をしちゃったんですよね。それで、まあ、コーナーからスッと行くだけのロングスパートの足とかバネが足りなかったかなというような内容の競馬ですね。でスタート直後にちょっと下げたのもよくなかったかなっていうような感じで、まあ、最近踏ん,り踏ん張りが効かないんである程度後ろからっていうような作戦だったのかもしれないんですが前に4頭を置いてその直後でついていって 前に壁を作れるような形でついてってスッと抜けるみたいなその形の方がまだ構造できるタイプかなっていうふうには思いますねドリームキラリドリームキラリは本当にもったいない競馬になりましたね出来の方がすごく良くてですねまあ8切れんばかりの仕上がりではあったかなっていうような感じで、まあ、前奏も良かったんで好調キープっていうような感じだったんですがまあこれは コースも合いますしうまく乗れればあとは動かせれば勝ち負けできたかなっていうようなそういったような能力を感じる雰囲気がありましたそういった中でまず逃げたのが間違いですねまあこの前逃げて構走したことはあるんですが、まあ、前走か前前走東京でああいう競馬ができた理由っていうのは直線の長いコースだとコーナーから絡まれにくい傾向にあるっていうところがあってそういった意味で競馬しやすかったんでしょうけれどもコーナーの こ,こういったような小回りコースですねそうなってくるとですね他に先行抜け出しをしたいような馬たちがいた場合だと結構プレッシャーをコーナーからかけられたりだとかするんでそれに対応できるだけのスピードと器用さが必要なんですよねでもドリ,ルドリームキラリはですねコーナーからグイグイいくっていうような感じの馬でもないのでちょっとずぶさもあるタイプなんでそういった意味で波んたって目標にされるよりかは2番手3番手に控えてどっかのタイミングで動くそれか ももうちょっと下げてもいいんでマクる形で形すね一気に動くぐらいな大胆な乗り方でとにかく後半をワンペース気味にスピードで押し切るみたいなスピードとしぶとさで押し切るみたいな競馬が合うかなっていうような感じなんですよねですから今回は、まあ、本当に目標にされて外のリアン・ベリテも逃げ馬ですしそういった意味で早めに先頭に立たなきゃっていうような意識で早めに来たっていうようなところで結局潰し合いになってしまったところもありましたね。 モズアトラクションに関してはさっきも言ったんですけれども気難しいところが心配だったんですが前が止まるような展開でしたしあとは内目の方からするするとロスの少ない形で徐々に進出できて素足を活かせたっていうような、まあ、藤岡浩太騎手もある程度うまく乗ったなというような競馬だったんで力的にはやっぱり強い馬だなというような感じですね。でまあ、やっぱり気難しいとこころはあるんでですがままだそこまで 気難しさがひどいい状態でではないので道中なんかは結構それなりに反応してついていってくれたり上がっていきたい時にもある程度反,反応してくれることが多いのでまあ今はそこまで気象は気にする必要はないのかなっていうふうには思うんですがただやっぱりレース展開によっては例えば前半スローになって後半の上がり勝負とかそういうような感じになったらコーナーからずぶいとこを見せる可能性も気難しいところを見せる可能性もありえますんで。 その辺に関してはやっぱり今回はレース展開も合っていたっていうことは頭に置いておいた方がいいかなっていうふうに思いますね。モルトベーネ。モルトベーネは地方に転究したんですが、まあやっぱり変わり身はないですね。力強さが足りないですし、ちょっと中央のメンバーでは厳しいかなっていうような感じなんで、まあ地方の力のいるダートで頑張ってほしいなっていうような感じですね。里のティタン。 サトノチターンはですね仕上がりは良い部類とは思ったんですがちょっと微妙な感じというかですねやっぱり素足タイプということなんでどこまでパンチがあるかっていうところを測る上で、まあ、判断しかねるそういったような仕上がりではあったかなっていうようなところですね、まあ、プラス十何キロだったんですがそれに関しては太くはなかったんですがただやっぱり もうちょっと体を使えればいいのになっていうような感じの馬なんでそこはちょっと気になったんですがでも馬の個性でもあってこの馬ある程度後ろ足の形の良さとかでですねその,その辺のバランスの良さでですねある程度推進力を埋めるんですよねもちろん体も使ってるんですがその後ろ足の形の良さで素足とか推進力を埋めるっていうのはこの馬の強みでもあってですから そこまで状態面に関してはですね大きな変動がない可能性があるなっていうふうに思っていてちょっと成績に関しては不安定さがあるんですがそれはレース展開だとかあとはジョッキーが動かせたかどうかっていうところで決まってると思うんで今後に関してはこの馬に関してはあんまり状態面に関しては気にしないようにしようっていうふうに今回で思いましたそれでまあ時計面だとかあとは相手がもっと 粘り込むような競馬だったら、まあ、前が止まらないような展開だったらきつかったとは思うんですけれども、まあ、結局ある程度前が止まってくれる展開で、まあ、時計もレコードタイムまではいかなかったっていうようなところでそういった意味でなんとか追い込めたかなっていうような感じなんですがでも藤岡雄介機種が乗っていたのは大きいですねこれが波のジョッキーだったら多分反応しなかったでしょうし直線も伸びなかったでしょうし藤岡祐介騎手を用意したということも陣営の。 良かかったところかなっていう,ふうに思います、ね、でさらにレッドアトゥーがですねちょっとちぐはぐな競馬で外回りながらロスがあって直線足が使い切れなかったところもあったんでその分前が止まってくれてはまった部分もあったんでいろいろと里のチタンにも運はあったレースだったかなっていうような感じですねタイムフライヤータイムフライヤーについてはさっきも言った通りですね、まあ、仕上がりに関しては それなななりっていうようよ感じなんですがただこの馬ですね友がしっかりしてる割には踏み込みが甘いところがまだあって足先なんかがちょっとしっかりしてないような感じで、まあ、その辺はお腹とか背中腰その辺の使い方が甘いっていうのも響いてるとは思うんですがちょっとこの馬多分本質的にあんまり器用じゃないんだと思います体の使い方がちょっと不器用なところがあってそれで状態面が安定しないんじゃないかなっていうふうに思いますね。 友だけはある程度安定していいことが多いんですけれども、その他の部分のカラツ全体の連動っていうところのバランスに何があるタイプかなっていうような感じで、となるとダートとか力のいるパパ走ってくれたら助かるんですが、ダートでもちょっと直線足を使えなかったように、手前をあんまりスッと変えない、そういう不器用さもありますし、なんかちょっと、なかなか本格化というよりかは、 スコーンと良くなるイメージが湧かなくなってきたなっていうような感じの馬ですね。まあでも出来は良かったですし、ワンペース気味の競馬だったらそれなり能力が高い馬なんで。名将住友。まあ、名将住友はここ1年ぐらいちょっと衰えがあるんですけれども、まあ今回は少し細いかなっていうぐらいで、そこまで極端には悪くはなかったと思います。まあ、ただやっぱり気持ちも切れてますし、 ある程度展開が向いたとはいえ進んでいかなかったような感じですね。調子さえ良ければ、これぐらいな展開でこのメンバーだったら追い込んでこれる。それぐらいの力があったまでした。サングラス。サングラスはですね、まあこの馬も調子は悪くはなかったと思いますね。8分前後ぐらいはあったと思うんですが、ただやっぱり踏み込みとかですね、その辺でまあ多少硬さがあるというかですね、例えば両馬場とかですね、 地方,地方の深いダートとかだったらもう少しやれるかなっていうような感じでちょっと足抜きのいいダートでスピード競馬っていうような感じになるとここのメンバーだと相当ハマらなければっていうような感じがありますし時計ももうちょっと遅い方が乗りやすいだろうなっていうような感じがありますねで後方から伸びあぐねたっていうところはその辺で、まあ、使っていけば重症慣れていけば追い込みタイプなんでそのうちハマる可能性とか慣れてくる可能性はあるとは思うんですが ちょっと今回に関しては足りなかった部分が多かったかなというような感じですね。リーゼントロック。リーゼントロックはやっぱり年齢的に衰えがあって筋肉の質、バネが衰えてるかなというような感じで、まあ、ちょっと追走も以前みたいに先行できたりもしなくなってきてますし、ちょっと苦しかったような感じですね。レッドアトゥー。レッドアトゥーはですね、まあ、この馬は 歩き方がちょっと軽すぎるところはあるんですがただそれに関してもこの馬の個性でもあって軽さの中に結構ところどころはしっかりとしているところはありますんでこれでいいタイプで、まあ、飛ぶように走るタイプなんで、まあ、ディープインパクト芝で言ったらディープインパクトに多いんですけれどもそういったような感じのイメージで捉えていいと思いますね。でそういった中でも、まだなんかやっぱり馬対面に重厚感 感感が足りななないいいとういううかか完成度は少し劣るかなっていうような感じですね、まあ、でももしその重厚感が出て馬体に厚みが出すぎた場合その場合だと軽さとか素足のキレっていうところが衰える可能性もありますんでどれがベストかはまだ判断しかねるんですけれどもとにかくまだその g 1とかでやっていくためにはワンランク強さっていうものを身につければっていうような感じで。 まだ良くなるるる余地ははあということは明るい材料ではあるかないいう,ふうに思いますねで。基本的には追い込み馬で,で、まあ、グリムがです、ね、あのポジションからスッと上がっていってとっていうような形だと外から押し上げられる展開になって素足もいい足使えたとは思うんですがそのグリムが反応悪くて中途半端なコーナーのところでグリムと並走状態に近いような感じでロスが大きくなってしまったような感じで。 まあやっぱりモズアトラクションみたいにうちの方からスルスルっと回れたりだとかもしくはやっぱりグリムさえいなければもっと競馬しやすかったかなというような感じでやっぱりそうですね終始グリムに振り回されてロスが大きくなって直線で甘くなってしまったとっいうような内容ですね。た、まあ、めてもいいやしそこそこありますしまくるような動くような競馬もできる馬でレースセンスがいい馬でかなり期待してたんですけれども。 ちょっと今回は運がななさすすぎたなっていう,ような感じですねグリムグリムに関してはもう最初に言った通りで、まあ、調子もそんなには良くはなくて、まあ、でも走れる出来にはあったんだけれどもちょっと自信を持ちすぎた乗り方で仕掛け遅れみたいな感じですね、まあ、他の馬たちの競馬乗っかってしまったっていうような感じの中でズブさとかこの馬のちょっと欠点も出たレースかなっていうような感じですね。 ハイランドピークハイランドピークはですね前世紀の時はもっと筋肉が洗練,とされ洗練されててバネもあったかなというような感じなんですがやっぱりそこに関してはちょっと衰えがあるかなとは思うんですがでもそれでもですね極端に衰えてないっていうところの能力に関しては極端には衰えてないかなというような感じで,で今回徐々に良くなってきててしっかりとはしてきましたんで。 その分スピード競馬になってある程度能力を出せたかなっていうような感じですね。で瞬発力勝負とかだったらさすがに厳しかったりあとは後半ロングスパートの競馬になったりなんかしたら厳しかったとは思うんですが、まあ、道中中段の方でいいポジションで一旦足を溜めてそこから横山和男騎手が早めに仕掛けたっていうのもこれも好奇情だったかなっていうような感じで。 他の馬たちの後手後手に回るとちょっと飲まれるような感じになってた可能性が高いとは思うんですが先に仕掛けたことによって自分のペースでずるさを見せながらも上がっていけたっていうようなところでで前もある程度止まってくれてっていうような形でのハマり方ができたかなっていうような感じですね。あと横山和夫騎手に関しては何度も言ってるんですけれども、まあ、横山武騎手弟の方が。 成績は良かったりすするんですけれどもただ現状では横山和夫騎手の方が馬を動かす技術は高いですし追い込み馬に関しては横山和夫騎手の方がもっと安定感があるかなというような感じですんで、まあ、横山紀弘騎手の方がもちろんまだ上手いですよ横山紀弘騎手はベテランジョッキーの中でも腕が落ちてないジョッキーの一人ですんで、まあ、横山家の中ではナンバー2は横山和夫騎手っていうふうに。 僕の感感覚でではは結構はっきりりととした形で感じてるところがありますねリアン・ベリテリアン・ベリテはですねまあほんに上がり馬っていうような感じで調子も良さそうで、まあ、馬体のバランスなんかもすごくいいですねただやっぱりですねその自分の競馬ができなくてロスが大きかったりだとかあとは。 全体的にバランスよく足が使えればいいんですが、どっかのタイミングで強引に動かなきゃいけないでとか、そういうような強引な足の使い方をした場合だと、やっぱりちょっと厳しくなるかなというような感じの馬体でもあるんです。要するに、この馬はやっぱりスピードタイプなんで、フォームが安定してワンペースでっていうような感じの競馬ができれば、 ま直線も二枚越しとかありますし、いい競馬がしやすいんですが、それがまた緩急がありすぎたり、どっかで勝負どころでブレーキかけて、そこからまた加速するとか、そういうような感じだと、ちょっと相手が強ければ欠点が出やすいかなっていうような感じでもありますね。まあ、でも、今回はああするしかなかったんで、二番手に控えちゃったらああするしかないっていうような競馬をした中で、こんな感じの競馬で、しかもペースもある程度速かったっていう中で、 まあいい経験になったっていうふうに捉えた方がいいかなっていうような内容ですね。やっぱり基本的には逃げた方がいい馬かなっていうような感じですね。それか3番手のうちのポケットから競馬すれば今回のペース今回のメンバーだったらある程度いい競馬できたと思いますしそれぐらいの出来にはあったと思うんで逃げにこだわらないんだったら2番手とかよりももうちょい好意で足を貯めるような競馬してみた方が良かったかなっていうふうに思いますね。以上です。失礼します。